ツイッター面白いこと言おうと思ったけど何も思いつかなかったからこんばんはって言いました。こんばんは。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でございます。三村でございます。今日はオンラインおしゃべり会でした。ありがとうございました。このねお洋服最近ねちょっとちらほら着てたんだけど、これ実は歌唱力決定戦にその私服として着ていったお洋服なんですよ。なので世界人の衣装を着る前にそのだから普通に会場に行くときに着てた服なのね。そうだからちょうどいいかなと思って今日着ました。ちょっとね前髪が癖っぽいですけど Yes いい感じです。可愛いんだよこれ。全身も撮ったのでどっかに載せますね。こんばんは。そう可愛いんですよ。冬の服って難しいけどこれはねそんなに寒くもない。うん。ね、そう久しぶりのオンラインおしゃべり会でめちゃくちゃなんだそのね、久しぶりに来てくださった方もいらっしゃれば、あのグループおしゃべり会以来とか公演はよく来てくれてたとかいろんな方がいらっしゃいました。ありがとうございます。ね、まあでもすごいたくさんあのそうたくさんお祝いの言葉6位おめでとうって言っていただけたのですごい幸せでした。うん、ありがとうございます。うん、ギフトもありがとう。そうだね、今日は歌唱力決定戦のお話がいっぱいだったな。ついこの間のことだからね。うん、ね、まあ他にもいろいろね、久しぶりのおしゃべり会なので話すことはいろいろあるけどね、直近だったからね歌唱力が。そう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 、すごい楽しかった。うん、嬉しかったです。そうあのね歌唱力来てくださってても、あの私からだとちょっとし緊張しすぎて緊張というかあんまり余裕がなくて、心に緊張というより余裕がなくて、あのそう客席をゆったり見る余裕ないんですよ。で結構人いっぱいいたから、そうあんまりがっつりこう「あ誰々さんだ」とか見ることがそんなにできなかったから、そうそうそう改めてね昨日見に行ったよ、昨日じゃないか11日見に12日見に行ったよって言ってもらえて、そうありがたかった。だいたいねそのツイッターとかメールの返信とかツイッターのリプとかでね、そうそうそう見に行くよとか見に行ったよとか生で見れてよかったみたいな風に言ってくださるからさ、そうそうだいたいなんとなくわかるけど改めて言っていただけるとすごい嬉しかったから。うん、あそうね、そうなんだよね、下手側行かなかったんだよね。下手ってみんなから見て左側なんだけど、そうあの
そう、基本的に上手側にずっと私立ってたから、あっち側の人ね、全然確かに顔見れる近さに行かなかったね。そういえば、まあコンサートじゃないからそれはちょっとしょうがないんだけど、そうそうそう、ずっとね上手にいましたね。でめちゃくちゃ広いから遠いんだよね、顔後ろの方は本当に顔は見えない。でもなんかお司祭振ってくれてるなとかさ、そういうのはね分かりましたね。うん、そう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 、嬉しかった。そうね、レッスンとかもさしないからさマジでわからん。そう、余裕がなかったですね、心に。ね、あとね、私もともと癖なんですけど、公演もそうなんだけど、後ろの方を見てるんですよすごい私の癖というか特徴というか、ものを認識すると正常にことができないんですよ。なんて言ったらいいんだろう。そう、ものをものとして見ると頭がね、それをね捉えるためのものだと思ってしまう。そう、だからカメラも見ない、本当に何も無の場所を見るの。だからね、こう歌ってる時もその曲によるけど、なんか虫歯とかだったらファンの方の顔は一切見ないですすいませんだってさ、歌ってる時に目合わせられたらさ、なんかさ、ふって現実に戻らない。私それ嫌なんですよね、曲の雰囲気。そう、雰囲気、そうそうそう。だからね、そうなんか癖で、だからさ、私マジでさ、歌唱力の時も前しか見てなくて、上の方の前。そうだから、ごめんなさいね、ちょっと皆さんがどこにいらっしゃったかっていうのはちょっとごめんなさい、存じ上げないというか確認できなかったんですけれど、そうそうそう、みゆみゆにめっちゃ手振ってたね一回ね、多分確か。そう、みゆがちょうどです、どこだ真ん中の、私から見て左側、上手側にいたから真ん中の方のでね、めっちゃ手振ってたりはしたけど、あと吐ける時にね、上手側にフェーって手振ってた。そう、なんか吐けるタイミングだったかな。そう、曲全部終わったのだったか、一曲歌った時とかだったか忘れちゃったけど、そう安心した。あの時そうめっちゃ遠いの、表情確認できないぐらい遠いんだけど、でもこうやってやった時にね、
そう、嬉しかった。みゆが振り返してくれた、気づいて振り返してくれた。そうだね、集中するとね見れないんですよ客席。これミュージカルの時からそうで、何度かお話ししたことあると思うんだけど、そうあんまり客席を意識しないせね、客席を意識しない世界で見てたから、そう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 ね、そう。ただまあそれが多分ねよく働いたのか、ね、景色がこっちにも伝わってくるっていう風にも言っていただけたから、歌ってる時はそんな感じです。まあなんかアイドルやる時はそうでもないけどね、ちょっとそういうのも面白い。ライブとかになってくるとまた違ってくるんだろうけど、世界観に入る曲だったらねそれでいいもんね。そうだからね、ちょっとそれもぜひね、ちょっとそれに注目してみるのも面白いと思う。なんかそう目線動かないのよね私、キョロキョロしないの、その歌ってる時とか、あそのなんていうの、歌唱力みたいな時の歌ってる時ね、集中してるガチで、だからまばたきもしない。おもろかった。ツイッターしたい、ツイートしようと思っててまだしてないわ、やろ。そうなんだかんだ今日結局ね、そう結局タイミングなかったんだよね。なんかオンラインおしゃべり会の合間見てメール書けるかなとか思ってたら、あの思ったよりね忙しかったですね。うん、あ夢あぶれてね、そうなんかすごい涙出てきたって言ってくださる方めちゃくちゃ多くて、そうありがたいね、そんな嬉しい。音楽で泣かせること自分でできるんだって思う。なんか泣かせるって言うとすごい言い方があれだけど、音楽、自分の奏でる音楽で涙を流してくださる方がいっぱいいるんだっていうのがすごい嬉しかったんだよね。そう、そうだね、お客さんと盛り上がるような曲だったら全然違う。なんかその、あの本当に楽曲によると思う。例えばあの昔ミネウスさんが歌ってた学園天国だっけ、あれってさ「ヘイ!」こうお客さんと盛り上がる曲じゃないですか。ヘイヘイっつってああいうのだったら多分みんなの方を向いて、まあ、もしくはブロックごとに見てこうヘイヘイってやった方があのいいんだよね。あれは巻き込む曲だから、そういう、なんだろう、こう掛け合いの部分とかはね、そうそうそう、ああいうのだったらあれだけどね、本当にものによるよね。あー、審査もあるからどこまで盛り上がっていいのか難しい。そうだよね、拍手もさ、ま、時たま邪魔になることもあるじゃないですか。
審査ってなるとその広いから会場が気持ちはめちゃくちゃありがたいけど、ちょっと盛り上がる系の曲で手拍子しましたってなった時に広いから拍がずれてその歌いづらいとかそういうの多分あると思うんですよ。そうなった時のねそのやるせなさったらありゃしないだろうから、普段の公演の時は拍手はあった方がめちゃくちゃ嬉しい。あ、まあ虫歯とかはやらなくていいけど、その曲によるけどさ、そうあのね周年公演の時ね拍手ゼロだったの、えと思って、なんかだからさ私あの MC で言ったの、久しぶりの方が多いんですかねって、まちらほら手挙げてくださってたけど、絶対あれは絶対にあれはもう久しぶりの方が多かったです多分。拍手がなかった でも別に全員が全員拍手が違う、全員が全員久しぶりの方じゃなかったの、普通にあの普通に、ま、たまに公園来てくださる方とかもいらっしゃったのね。そう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 、でもやっぱあの人間ってあのちょっと周りやってないとさちょっとけんなんかこうシュンってなっちゃうじゃないですか、なんかこうねあの大人数でやれば怖くないみたいなそういう心理だから、自分やってて他の人たちがえこれって手拍子した方がいいのかなしない方がいいのかなみたいな、多分そういう感じだった。だから普通に普段公演来てくださって拍手してる方々もあのなんかちょっとこんぐらいだったね、こうやってやればねいいんだけど、そうそうここがそう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 、やっぱね周年公演だから特別公演ですから、普段たくさん入ってくださる方はねやっぱり当たりづらかったのかなっていう、うんね、どっかでこう拍手してくださいみたいな風に盛り上げられたらよかったんだけどね、それもできんかったから、やっぱ当たらないよねさすがに周年公演はね、うん、周年公演の振り返りも全然できてないからさ私ちょっと怒涛すぎるね、なんかあこんなもそなんかすごいアイドルやってるなって最近思います、アイドルっつうか芸能人やってるなんかすごいと思ってそう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 、だから普段ねあの普段の公演でねどれだけ拍手のありがたみ、拍手によるやりやすさのありがたみをね改めて感じました。そうそうそう、みんなさいい子だからさ、そのなんかこうちょっとネタに MC でちょっと面白いことを狙って言ってもあの笑わないように我慢してくれるのよね。そう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 、でもやってる身としてはさ感触がないからそうね、そりゃわっはっはって笑われたらあれだけどさみたいなすんぐらいだねあるんですけど、そうそうそう、もうちょっと辛抱でございます、もうちょっとか分からんけどもうちょいに辛抱でございますよ。結局そう周年はね、周年というか特別公演はね結構そういうのありますね。そうそうそう、でもさ難しいよね普段公演、なんかそれこそ普段公演入ってても何コールできなくなって声出せなくなってからの公演初めての方だったらなおさらいや分かんなかったと思うので、そういう人多かったと思うんだよ今回、県外枠ね復帰してね、初めての公演ではないか、あでもそうだよね、うんそうだよね、県外枠復帰今って2022年だっけ、そうだよね
そうだからその周年の話だけで言うとね、だから周年公演に合わせて投げてくださった県外の方とかは、まあ間違いなく初めてのその声出せなくなってから初めての公演だったろうからね、勝手が分かんないっていうのもあるよねきっとね。だから拍手は嬉しいです、公演は。うん、そう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 、改めてねそう思ったんだよね、やっぱ特別公演は当たりづらいんだなって特別公演ってやっぱ当たりづらいもんなんやなって、うん、クリスマスとか、まあ、新春公演は逆に言うとあれは今までのその公演に入ったか否かっていうのは関係なくて、普通にただの抽選だから、そりゃなんか周年じゃない、新春は新春で盛り上がってました普通に確か。うんねー、特別公演当たらないよね。ねだからといってね、そう普段の公演をね投げないっていう選択は取ってほしくないのでね、メンバーからしたら普通に普段の公演も来てほしいんですよ。そこがねすごく、難しいところではありますね。そうそうそう、メンバーからしたら普段の公演にねたくさん来てくださるっていうのはめちゃくちゃありがたいことなので、そうそうそう、だからね、ジレンマですねジレンマですね。そう、まあ大抵今普通の公演は入れると思うけど、どれも落ちるって方多いけどね、倍率高いかな、全然そんな気もしないくもないけど、まあ久しぶりか、チカナの生誕祭は当落は出たのかな、もうすぐだよね、チカナの生誕祭はもう生誕祭オンリーだからね、それはそれでチカナ生誕狙ってる方が多い、高いの倍率高いの、そうなの、外れた本当、ドラムメもそんな当たらない本当、そうなの感触がわからん、ありがたいですね、でもそういう風に言っていただけるのは。そっか、そうなのね、当たりにくい、まあ確かに当たりにくいぐらいなのかもしれないね、ありがたいですとっても、うん、そうメンバーからしたらその辺の感覚ってあんまり分かんないから、そう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 ね、確かに普通の、あそっかそっか、生誕祭、いや最近のドラムメモは全部生誕祭だからか、そりゃそうだ当たらないわあの昼公演だったらワンチャン当たるかもしれないけど、逆に言うと夜公演は生誕祭だから昼に投げようっていう人が多いから、それはそれで倍率が上がるわけね。いやーありがたいですけどね、ちょっと今年の生誕祭がどんな形になるのかは、とりあえずチカナはドラムメモですけどね、どういう形で今年も進めていくのかはまだよくわからないです。
全員公演やんないのかな。16人公演 やった方がね、まあちょっと今の状況だとむずいかもしれないけど、16人公演やりたいけどね。みんなも見たいよね。てか特別公演があんなにね、たくさん見に来てくださるんだったらね、なんかそれ人増やした方がそれはたくさんの方来てくださるっていう話でございますけれど、まあそれはね、もうちょっとどうしようもない、私の一存じゃ何も決められないのであれですが、てかさ755さずっと投稿できないんだよね。ちょっともう一回挑戦してみようかな。歌唱力決定戦前の動画からね投稿できないんですよ。投稿してみた。そう、なんか動画だけ送れないんだよね。写真は分かんないけど、最近てかそうフォトログ見たらさ、誰も投稿してなくて、誰もじゃないけど、めっちゃ投稿してなくておもろかったいやでもね、あんな SNS いっぱいあってね、そう効率よく運用できるとさむずいよね。フォトログむずいよね、付き合い方。755ちょっと今投稿してみてるわ、歌唱力決定戦前の動画。ちょっと待ってくださいね。いや755も最近ちょバッテリー残量は知らないですけど、755もね最近そのショールーム告知いや気軽にできるの、でも755って。そうあんまりなんだろう、見返すものでもないから、あやばい、もう明日になっちゃう。ありがとうございました、早っちょっと普通に準備できるのが遅かったっていうだけなんだけどさ、明日はね早起きなんです。だから頑張って早起きします、頑張ります。明日早起き、起きますちゃんと。よし壇上読めます。ちょっと待って時間がない。13位突破球さん、12位太郎さん、11位ベロさん、10位こたつ猫さん、9位けいこさん、8位ゆかわしじいさん、7位くじちいさん、6位いちたさん、5位とおるさん、4位とうごさん、3位たかおいちゃんさん、2位ひろしさん、1位ひりげたさん、ありがとう。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。それでは皆さんまた明日。